内全ての高校等におきまして社会の扉を使った授業というのをしていますけれども、それを着実に進めていくということと、やはり成年年齢が引き下がれるというような視点を踏まえて、やはり中学校小学校からライフステージに応じて系統的に指導していくということが必要ではないかと思っています。そうですね、社会の扉を今回使わせていただいて非常に、契約について分かりやすくまとめられていて、またイラストが非常に生徒が興味を持つような形で、漫画も入っていて、そういうイラストも入ってたので非常に生徒にとってはいい教材であったと思います。契約はそう簡単に解消することができないので、契約するときはしっかり考えてするのと、困ったりしたことがあったら消費者センターに電話することも分かりました。消費者側には、権利も、あるけど責任もこう伴っているっていうのがすごく印象的で、消費者側はなんかこう守られているイメージだったけど、それだけじゃなくてこう自分たちも責任があるということが分かりました。はい、やっぱり成年年齢もやっぱ下がってくるっていう、やっぱり大きなことがこれから待ってますから、この子たちは今の2年生はもう20歳で成人ですけど、はい、これからやっぱり消費者教育ってすごい大事だと、私たちもちろん今までもずっとやってきてるんですけれども、さらにやっぱりこう最新のデータとかもこういただいて活用しながら、臨場感を生徒にこう与えるような授業が、はい、楽しくできたらいいかなと、はい、思っています。